日清駅は岡山県備前市日清町総合にある西日本旅客鉄道阿光線の駅である。駅番号は JRN15。阿光線の中でも特に瀬戸内海に近い場所に位置している。というのも元々海であったところを埋め立てて作られた駅である。駅前の日清駅前港からは小戸島行きのフェリーが出ている。また徒歩10分の位置にある日清港からは 日清諸島行きの旅客船が発着する。短式一面、島式一面の複合型2面三線のホームを持ち、列車交換や折り返しが可能になっている。山側が島式である。ホームはかさ上げされていない。ホームは築堤上に設けられており、駅舎とは階段で連絡している。東岡山駅が管理する無人駅である。かつては JR 西日本岡山メンテックが、 駅業務を受託する業務委託駅であり、ポス端末が設置されていた。自動券売機と IC カード読み取り装置が設置されており、アイコカなどの IC カードが利用できる。男女別の推薦式便所が置かれる。1日の平均乗車人員は、下表の通りである。日清駅前港に入る小戸島駅フェリー目の前が港であるが、駅周辺は山が迫ってきており、 平坦なところは少ない。日生港を挟んだ縦越山中腹には、日なせの文字のイルミネーションがあり、ホームから望むことができる。旧日生町の中心部は、駅の南西部に位置し、B 級グルメとして知られる柿おこを提供する。飲食店はそのあたりに集中する。駅前の国道250号線沿いに、ビゼンシエーバス日生駅前停留所がある。ありがとうございます。